朝日新聞の斉藤です。す、えっと。1点お伺いします、えっと、資料12ページのえ杉並区の災害時における相互支援に関する条例これはあの田中区長が力を入れてらっしゃるスクラム支援会議の、えっとまあ、1つの形だと思うんですけれどもあのこの条例ができることで、えっと、一応、完成なんでしょうかあの、えっと、この条例を踏まえてまたどういう活動を目指すというふうに言えばよろしいんでしょうか。 で一応この条例に参加するのは、あのう、小千谷市、東吾妻市など。えっと、杉並を含めて五つの自治体が。そうすると、四月を目指して、同時に作ると考えてよろしいわけですね。あのう、この予算議会で、各自治体が。同様の条例案を、議会にご提案を、されるということで、聞いております。で、これまで。 私どもが東日本大震災を契機にしてこの自治体スクラム支援を続けてまいりましたけれども、まあ、これは、まあ、とにかく困った被災地さまざまな困難を抱えている被災地を応援していこうというところから、まあ、自然発生的な発想で積み上げられてきた。 結果、こういう形の支援になってきたわけですただ、その過程の中でいろいろな課題が明らかになってまいりました例えば具体的には,やはり費用負担の問題がございます、まあ、行政同士の協定というものは今まで一般的だったわけでございますけれども基本的にこの杉並区が 他の自治体と結んでいる災害協定というのは支援を要請した側が基本的にかかる費用については負担をする、まあ、こういう形になっております、これはそらくその一般的な全国でも形なんだろうと思いますけれども実際にはです、ね、そういうふうにじゃあなるかというと それが一般的な実際例化となるとはちょっと考えておりませんというか実際にはそうなっておりませんよね大規模災害の時にはでそういう費用負担うんぬんということよりもとにかく早く迅速に一番困った 状況を助けるということに主眼を置くのが、やはりこういう有事の際の行動原理だろうというふうに思います、でそれに基づいた費用負担の在り方というのは、国の方でも実際、現実に沿ったルールというものが本来必要なんだろうと、それが旧来の災害救助法と。 というものでは極めて不十分であったということは明らかでありましてそれのある意味で相当の弾力的な運用をして今回、国の方でもこの状況に対して対応したということですしたがいましてそういう経過を踏まえて国の方には災害対策関連法 基本法、それから救助法の改正というものを求めてきました災害対策基本法は昨年改正をされました我々の趣旨を組んで改正がされたというふうに思っておりますけれども救助法の方は地方防災会議の協議は経ておりますけれどもまだ形として示されていないというのが、まあ、現時点でおいての 状況でありましてね、まあ、そういう中で自治体間の水泳的支援をきちっと我々自身が強固なものにしていくさらにはそういった国の制度のあり方に対して後押しをしていく意味も込めてですねこういった形の統一条例というものを提案させていただいたで今後につきましてはですね 引き続きこの支援はあ続けてまいります、もちろんで、まあ、南相馬市を支援する自治体スクラム支援会議なんですがそもそもが東吾、えー、妻も小千谷市も名寄市もです、ね、杉並を除けば南相馬市と直接何のお関わりもなかったあ自治体のお立場であります。したたってて、まあ、長のお決断とそれを理解していただいだ 議会はじめそれぞれの自治体の住民の皆さんということがあって今日、続けられてきているわけですけれども、まあ、実績も積んできたということできちっと条例をすることによってです、ね、それぞれの自治体が行うこの支援について自治体の仕事としてさらにしっかりと位置づけられるということになります。 その上で、今後の支援について、個々の具体的なケースについて考えてまいりたいと、こう思っております。東京新聞の竹島といいます、えっとえー、杉並祭りなんですが、えー、これはあの今後も毎年開催していくというような方針というふうに受け取ってよろしいでしょうか。 基本的にはあそういうふうに考えて今回提案させていただいておりますあとそれからの下高井戸公園ね、都市計画うん下高井戸公園ですが、あのまあ、東京電力さんのグラウンドを取得されて、まあ、一部公開、それからまあこういう流れになっていると承知していますけれども、えー、区民の方のです、ね、公演会のこう期待度とか、 基本的に区長さんとしてはそう今後どういう公園の位置づけにしていきたいかというさまざまなご意見があろうかと思います、えー、スポーツ施設中心の公園という要望もあればスポーツ施設に偏らないでもっといろんな人があこの活用できるようなあ、まあ、緑とか樹木とかを重視した公園にしてほしいとかですね それはあの数字的な統計は取っておりませんけれども、さまざまなご意見が寄せられております、で一方で東京都からは、あまあ治水対策として、あの公園の活用を考えていきたいんで、協力をしてくれという趣旨で、正式に要請をいただいております。しいまして まあそういったことを我々もまあ協力をしていく基本的な立場ですけれども少し時間をかけてですね将来像というものを策定をしていきたいしまあそれだけの時間的猶予はまあ,あるということになってまあ今ここで私がこうしたい、あしたいというのはちょっとまだ早いかなというふうに思っています。 とりあえずは暫定利用をさせていただいて、まあ、スポーツもできるし、まあ、原っぱというか広場もとしても開放してますから、まあ、どういうふうに皆さん活用されるかなというのはそういうことも参考にしながら将来像、まあ、競技会を作ってです、ね、考えていきたいということですね。毎日のと申します 市なんですけれども貴重な場所というか敷地であると同時に、まあ、結構な額の予算を投入するんですけれどもそ,れそもそもの経緯として先ほど区、まあ、長からご説明があったあの相続の関係でってありましたけれども区から最初申し出たのかそれと向こう側から打診があったのかちょっと教えていただけますこれはですねあのまず、う 次男の道隆さんがあ亡くなられたとおいうことがございましたでその後にいろんな開発されるんではないかという情報とかあ、まあ、動きがあるというようなことが、まあ、いろいろ横から入ってきたりもいたしました、まあ、そういう中で地元の10町会あの地域の 町会の皆さんからあの貴重な緑を守ってほしいと場合によっては区が購入するということも含めて最大限の努力を図ってほしいとこういう要望をが私どもの方に寄せられましたそういった状況を受けまして私どもの方からご遺族の方に今後の 敷地の活用方法なりというのはどういうお考えになるか地域からこういう要望も寄せられてますよということをお伝えすると同時にお考えもお聞きしながらそしてもし売却の意向が終わりであるならば私どもと相談をさせていただきたいということを私の方から 申し上げました。あとはまあ具体的な交渉経過なので、あの細かいことになりますので、まあ省略をさせていただきますけれども、まあ結果として、えー、まあジャスティナミッの方で、えー、まあ購入う意思があるならあ売却をしますという結論に至ったということです。日経新聞の細川と申します。よろしくお願いします。えっと二つお聞かせください。一つはあの全体的なお話。まあこれからもあの。 どこのも一つ思うんです厳しい予算編成があの区民税の減少や法人税の減少などで続くと思うんですがあの杉並区としての今後の,あの業界のポイント等を教えていただきたいのが1点とそれからあの11ページのです、ね、商店街支援プログラムなんですがあの商店街に対しても数あるこういろんなこう支援というのはあのどの区もやっていると思うんですがあの取材しているとです、ね、必ずしもそれがこう。 効果的に成果を上げていないんじゃないかと思うケースも見られるんですが今までの,その商店街の支援と今回の新しいその制度というのはどの辺が違うのかというのをませんでしょうかまず行政改革という点でございますけれども、まあ、行政の無駄これがあるかないかと。 いうことについて十分にチェックをしていくというのは従来通りであります。で、私は意を特に用いているのはやはり、うん、単にその定数の問題。まあ定数は緩くていいということじゃなくて、単に定数削減あるいはあまあ給与の削減とかですね、そういうまあある種のその 公務員バッシングみたいなことが行革のメインであると考えるのはいささかちょっと表面的というか違うのではないかとこの2年半それまでの議員経験を踏まえて自治体を預かる立場として区の行政組織というのを見てきましたけれども まあ実際に都市部で抱えているさまざまな政策課題を推進していくためにはです、ね、職員の能力、組織力これをいかにして高めていくかということが大変大事なことだと思うしそのためにはそういう意欲を職員が持っていくそういう意欲を引き出すそういう経営が大事なんじゃないかと。 いいうことを、まあ、強く考えています、まあ、東京都や、まあ、東京都の人たちは私も長年おりましたから、まあ、いいとこ悪いとこも私なりに理解をしているつもりですけれども、まあ、そういう人たちあるいは国の組織とも渡り合っていけるような強い個人組織というものを作っていかなきゃなりません。それを 私は一番大事なあ行政改革のお課題なんじゃないかなというふうに思ってますまあ知事選が、まあ、昨年行われましたよね、まあ、いろんな候補者があいろいろな主張をされていましたけれども私非常に印象に残っていたのは、まあ、落選をされましたけれども笹川隆さんが 街頭演説だったかな、職員の給与削減とかね、そんなことを私はがみがみ言うつもりないと、給料分以上に自分は職員を働かせてみせると、それが経営者だということを言われてましたけれど、経営者の一つの心構えとしては、常に、 そういういいこととは必要ななんじゃないかとでその組織力が高まり、個人のモチベーションが高まっていく、そういう中で住民ともより良いコミュニケーションが図られていくと思いますし、さまざまな懸案の解決に実質的につながっていくんではないかというふうに思っております。あの 商店街対策というのは非常にあの難しい課題だと、かねてから思っております。でこれ、東京都に私は都議会議員でおりました時にも、自分も登壇して、まあ、質問した経過があるので、まあ、もしお時間があれば、今、議事録はすぐ取れますから、まあ、ご覧いただければいいんですけど、まあ、 当時、知事だった石原さんも私の今の,その商店街対策というのはこれでいいのかと、まあ、かなりそういうきついトーンで質問しましたけど、まあ、おっしゃるとおりだとおっしゃるとおりで対案を出してほしいとは言ってましたけどおっしゃるとおりだと。 まあおっしゃるとおりだと言ったんですから大体みんなそういう意識はある程度あるんじゃないかなとつまりですねあのついついその画一的な、その確一的な取り組みとしてこう提案をするとか確一的っていうとですね商店街の中で その全然中身が違うわけですよ業種ももちろん違うしから立地条件も違うしそれから事業意欲の高いところと低いところ後継者がいるところ、いないところさまざまな商店があって商店街という今、実際があるとでそのみんながお調べて合意できるというものだとです、ね、あの結果として見ると合意は 後半な合意が商店街当事者の皆さんにはあったとしても政策として果たして効果があるのかどうかというとちょっとそこが結びつかないというようなあ場合があるんじゃないかというのがまず一つそれから、えー、だとすると長引く不況の中で どういう行政の支援策っていうのが傾向を持ってきたかっていうと、まあ、カンフル剤的な、まあ、イベントお助成とかですね、えー、そういう,う支援の仕方。まあしかしそのカンフル剤としてのお役割は一定果たせたとしてもお商店街自身が あこの時代的に、今日的に抱えている課題に対するう抜本的なあ支援策とかあ向かう展望方向性というものをしっかりと捉えたものであるかどうかというのはこれまた別問題でありまして、ねまあ、そういう意味非常に難しいのがこの商店街の振興策ということだと思っています。 こういう確実的なものではなくてこういう新しいことに自分は挑戦したいこの地域はこういう新しいことにチャレンジをしていきたいとかですね要するに挑戦意欲チャレンジ意欲を持った人たちに対してバックアップをしていくとこういうメニューを考えたらどうなんだと。でそれがうまくいけば あそれが牽引者となって、えー、ちょっと元気があないところもですね、えー、引き上げられていくという効果もおあるかもしれないし、えーまあ、とにかくその先頭を走って頑張っていくという,う人はどんな分野にも必要なわけでそういう,う個人なり事業者なり地域というものを。お 行政がバックアップすることによって、えー、作っていく、えー、ということを力を入れてやってみようと、まあ、こういう理念で考えたということです。